はいどうもこんにちはの今日はのこちらをご紹介していくでのよかったらの最後まで見てってほしいの。今日はのこちら福井県あわら市にある店舗様、ファーの今日の店舗様は恐竜さんの三国の同級生、三国の同級生がいるんやけど、同級生のひってもにおすすめ、ひってもにお肉が美味しいで一回行ってきねみねや、いっぺん行ってきねまって言われた店舗様やで。よかったらの最後まで見てってほしいんやけど、もう缶詰んだの缶詰んでもた感じんだんやけど、こっていうことでの今日のバビューンと言ってきてるで、よかったら最後まで見てってほしいんやけど、ひってもに天気が良くての今年はのお花見どうしようかのっていうところやわ。やで、これからの天気がいい日も続くし、ランチに行くのものいい季節にはなるの。今までのちょっと雪型でのなかなかテンション上がらんかったんやけど、こうやっての天気が良くなって桜の時期になってくると気分も上がるでの。だから今日はの気分を上げてランチに行こうと思うで、よかったら最後まで見てってほしいんやけど、今日はあのひともに素敵な店舗様、お肉がのひともに美味しかったよ。いつんだんやけど、お肉がひともに美味しかったし、恐竜サンドの同級生にももう感謝しかないの。感謝しかない。素敵な店舗様教えてくれたで。今度の夜にの行ってみたいなと思う店舗様やったで、よかったら最後まで見てっての。なら行ってみるでの。行くぞ。
はい、といったこの今日はのこちらのご紹介やったサイコロステーキ、ひってもに美味しかったの。お肉も柔らかいし、味もひってもに良かった。あとのこのわさびをつけて食べるこのわさびが美味しかったわ。やで、もしのお近くに行った際は行ってみてほしいんやけど、キョルソンのやっぱの夜行ってみたいの。夜タンが食べてみたいなと思った。あとのやっぱビールも飲んでみたいの。今度の恐竜さんのお母さん、あ、恐竜ママやの。恐竜ママがの親戚がの、あわらの温泉旅館のおかみさんなんやわ。で、恐竜さんのお母さんが言ってたで、今度の聞いてみようかなと思うわ。もしかしたらの素敵なプランがあるかもしれんし、もしかしたらお泊まりで行けるかもしれんで、まあいろんなことが落ち着いたらまた皆さんに、まあ夜の動画とかも含めてのご紹介しようと思うわ。あわら温泉っての恐竜さん泊まったことないって、福井の人間なんやけど泊まったことないで、あとお値段ものちょっとのなかなか行けるお値段じゃないでの。本当にいろんなことが落ち着いて、それまで貯金してや、貯金して行ってみたいと思うで、よかったらまたその時もご紹介しようと思うわ。なら、まだちょっと動画あるで、最後まで見てっての。あ、母ちゃん頼んだよってね。なら、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、じゃあのー。ごちそうさまです。ありがとうございます。よろしく頼むぞ。